トラブル続きで何をやってもうまくいかないっていう時の解決法。トラブル続きで何をやってもうまくいかないっていう時の解決法ということでお届けします。この話を聞くとですね、皆さんもなんか何をやってもうまくいかないっていう時のですね、こういうことなんだということが分かってですね、もう気が晴れますし、あとはもうこの先に何が起こってもくよくよしなくなります。まあ、これだけですね、もうパワフルな方法なので押さえておきましょう。はい、ではですね、その解決法というのは、トラブルを楽しむっていうことです。トラブルを楽しむと。ね、私も今ですね、タイランドに行きまして、それで実は来てる間にですね、5つぐらいトラブルがありました。まあ、1つ目がスマホのバッテリーを忘れてしまったんです。実はこの私が使ってる MacBook のプロの一番高いの30万のですね、MacBook Pro からですね、はい、こうやって動画を撮ってるんですけれど、ね、こいつがですね、まあ、スペックがいいだけにさ、大飯ぐらいでですね、すぐ電池なくなるんですね。うん、なので、電池もですね、まあ、2万アンペアとか言ってですね、すごいでかい。もう電池だけでですね、だから700グラムとか1キロとかですね、もうすごい重いものがあるんです。で、しかも2万バッテリーというとですね、もう1万円とか2万円とかですね、めちゃめちゃ高いんですよ。それをつい、なんかこうパッキングでですね、こう荷物を下ろしてる間ですかね、そこでポンと置いてきてしまったんですね。いやーもう困りましたよ。何しろ、ね、高かったですし、さらに、ここのですね、タイランドで、まあ、普通のスマホのバッテリーちっちゃいの売ってるかもしれないですけど、2万アンペアのですね、でっかいバッテリーなんてなかなか売ってないんですよね。なので、もう困りました。で、これがないと、例えばですね、帰りの飛行機で、ちょっと飛行機の中でパソコンの充電はできないので、そこでちょこちょこちょこってやるのにもですね、苦労するんですよね。まあ、それだけのことがありました。あとはですね、待ち合わせ場所に来れなくてですね、30分ぐらい時間をロスしてしまったりとか、あとはスーツケースがちょっと、ね、鍵がおかしくなったとか、お釣りを間違えてですね、多めに出しちゃったとか、あとはそうですね、あとは飲み物をですね、まあ、コーラと間違えてですね、スプライトが出てきたとか、あとは羽田のラウンジですね、食べたかったデザートを食べれないでですね、出国してしまったとか、いろいろあります。ただですね、それもすべてですね、楽しい思い出です。何しろ私はですね、皆さんがいます。こうやって聞いてくださって、ああ、栗原変なことやってしまったなっていうふうに言ってくださるですね、皆さんがいますので、このトラブルがあればあるほどですね、ネタになります。で、皆さんももしですね、このでトラブルがあって続かないなと思ったら、それをネタにしてしまうんですね。ネタにする。で、例えば友達とかですね、ご家族にお話をするのもいいですし、もしですね、お一人身でですね、ご家族とかですね、友達がいないっていう時は、ツイッターとかですね、そういうものでつぶやくんです。つぶやくと、でもですね、誰も話聞いてないだろうと思うじゃないですか。実は私もそう思ったんですね。私もですね、このですね、こうやって混んで教えるっていうことをですね、お話しするときにですね、まずメルマガでですね、情報発信してですね、教える練習しましょうってですね、私のメンターに教えてもらったんですよ。その時に、まあ、自分がメール入っても誰も見ないんだろうなと思ったら、実はいたんですね。そう、私も1ヶ月ぐらい誰も見ないだろうなって毎日こう書いてた時に、1ヶ月後にちょっとビジネスの集まりでですね、その方に会ったら、あ、毎日メルマガ拝見してますって言われたんですね。なので、それだけ、まあ、SNS とかに発信してもですね、皆さん誰か見てるので、ぜひそれもやってみてください。もちろんですね、聞いてくださる家族とか友人がいればですね、そちらの方に話をしていただいて、それでもネタにするということですね。まあ、何しろですね、この、人間というのはですね、やっぱりちょっとね、ドジたですね、まあ、変なことやってる人の方が、好かれます。で、皆さんもそうじゃないですか。ね、いくらですね、もう7000万とお金得てもですね、もう両親がお金持ちで、それでですね、まあ、ハーバードとかですね、マサチューセッツとかですね、そういう、そのようなですね、素晴らしい大学に出て、もう英語とかフランス語、イタリア語、スペイン語、ペラペラだったらですね、まあ、7000万手に入れてもダメだなと、大丈夫だ、できるだろうって思うと思うんですけれど、まあ、ね、両親、
ね、主人の介護をして借金600万をしてですね、まあ、コロナの影響で無職になってどん底になった人間がですね、7000万円以上いったらですね、あ、すごいじゃないですかって言われるんですよ。うん、それだけ面白いものなのでですね、このトラブルっていうのはですね、楽しみでやってみてくださいね。はい、じゃあ今日の話はいいなと思った方はですね、高評価マーク、チャンネル登録、ベルマークのチェックしていただけると私もとても嬉しいです。それではまた明日お会いできるのを楽しみにしてます。それではまたお会いしましょう。